動戦士ガンダムシードデスティニー特典 CD ドラマおまけクォーターズボリューム4オーブの夜のサイド S。 このエレベーターで上がったらもうVIPフロアだからね。いい？お姉ちゃん。行くよ。いいわ。覚悟はできてる。メイリー・ホーク。ゲスト、ルナ・マリア・ホーク。回数は知らないし、表示もされないけど、結構上の方だよ。さすがに警備厳しくて。ごめん、やっぱダメ、私帰る。ねえ、ちょっと待ってよ、お姉ちゃん。そんなのダメだってば。いや、やっぱ無理だって。お願い。そういうわけにはいかないでしょ。ここまで来て。ここまで来たら、やっぱダメだったのよ。何言ってんのよ。うわっ、警備が来ちゃうよ。ほら、おとなしく乗って。面倒なことになるから。もう何よ、覚悟はできてるって言ったじゃない。だってやっぱおかしいじゃない。なんで私が呼ばれるわけ？公務ならともかく、こんなプライベートに。だからそれはぜひ一度お話ししてみたいですわ。なんて、絶対あの件よ。そうでしょ、それしか考えられない。お姉ちゃん、月での戦闘の時あんたがどっちが本物のラクス様かなんでわかんないの、お姉ちゃんなんて叫ぶから。いや、まあそれはね、あの人最後までどっちが本物かわからなかったくせに、今さらオーブへ交流出向だなんてどういうことなのかしら。ちょっとお話ししなくっちゃって、そういうことなんでしょ。違うよ、多分。でもそれは考えすぎだよ。もう全然気にしてないんだから。誰もそんなこと、あのことだけは触らずに穏便に、みんな綺麗に忘れ去ってくれればいいと思ってたのに。いや、大抵の人は忘れ去ってると思うよ。戦闘中だったんだし。覚えててこだわってんのはお姉ちゃんだけなんじゃないの？そんなわけないでしょ。あれ全域に響き渡ったんだからね。あんたが国際救難チャンネルなんか使うから。まあね、しょうがなかったんだもん。でも、もう終わったことじゃない。過去にこだわってないで、明るく未来に向かいましょう。お姉ちゃんだって、そういう変なわだかまりが少しでもなくなればと思って、今日のお誘い受けたんでしょ？断れる相手かっての。ともかく、ここまで来ちゃったんだから、覚悟決めて楽しもうよ。ザ・フトレッドでしょ？どんな選曲でもビビらない？こんな事態は訓練してません。いじめられたら助けてあげるから。ま、そんなことはないと思うけどね。多分。あんたね。はーい。メイリンです。お姉ちゃんも一緒です。お願いしますわ。はい。お待ちしてました。お、順将、キラさん、どうしたんですか、その格好。あ、いや、まあね。まあ、この格好で敬礼はちょっと。いいから入ってよ。ね、うわ、はあ、こんばんは。ようこそいらっしゃいました。ぴょん。うさぎ、こんばんは。今日はお招きありがとうございます。ラクス様はピンクのうさぎさんですか。かわいいですね。お似合いです。ありがとうございます。今日はせっかくホテルのお部屋での女子会ですので、リラックスして楽しくお話ししたいと思いまして。
お二人の分もご用意させていただきましたから、どうぞお着替えになってくださいな。は？はい、ありがとうございます。でも女子会ですか？こちらは今日お世話係をしてくださいます猫さんです。え？ってことなんでよろしくです。にゃん。そうですか、わかりました。ではよろしくお願いします。いえいえ。じゃあこれメイリンさん、はい、ルナマリアさんも着替えは向こうの部屋使ってね。はい。あ、私カッパですか。牛？牛？私牛？なんで？もういいから、お姉ちゃんほら行こう。なんなのよこれは、一体どういう。と言われましても、私だってお姉ちゃんと同じことしか見てないし聞いてないし。でも状況は分かったでしょ、そういうことだから。え、何あんた着替えるの？マジで？うん、まあ確かにこの方が楽そうだし楽しそうだし、着たことないけど。嫌ならお姉ちゃんはやめとけば？それでも全然構わないと思うよ、多分。また多分？あんたね。だって、わかんないものはわかんないもん。でも、リラックスして楽しく話したいからって言ったでしょ、ラックス様。じゃあ、肝心なのはそこじゃない？そんなこと言われたって。世界は、常に変わるものです。え？そして、選択の連続です。どうするかは、自分で決めないと。無理なくらしく。楽しく行きましょう。私先行って手伝ってるから。らしく？では嬉しい夜に乾杯。乾杯。はーい。今日は嬉しい夜なんですか？はい、ルナマリアさんも来てくださって、こうして皆さんと楽しい夜が過ごせるのですから、とても嬉しいことですわ。え、牛さん、かわいいですわね。ありがとうございます。いえいえ。本日の前菜は、軽くスモークしたホタテに、白エビと桜エビ、ルッコラを乗せて海鮮サラダ、手長エビのアヒージョ、ポルチーニ添えです。私エビ大好き。お会いしたことはありますけど、こうしてお話しするのは初めてですわね。ラックスクラインです、どうぞよろしく。ルナマリアホークです。妹がいろいろとお世話になりまして。いいえ、私は何も。ちなみに私はシーゲルクラインの娘のラックスクラインですわ。世界には私と同じお名前の方がいらっしゃるかもしれませんが。ラクス。え？それはもういいからさ、みんなわかってるし。そんなことよりさ、ね。あ、そうですわね。ではオーブに来られてどうですか？もう慣れましたか？あ、はい、もうだいぶ。そうですか、それは良かったですわ。今回の交流出向プログラムに志願されたということは、ルナマリアさんも現在進められている新たな安全保障の枠組みに参加のご意思があると考えてよろしいのでしょうか？え、いや、それはまだちょっとはっきりとは。ラクス、そんな話も。あ、これもおかしかったですか？面接じゃないんだから。お姉ちゃんも新次第でしょ、どうせ。新アスカさんですか？いや、あの、ちょっとやめてよ、こんなとこで。ああ、恋人同士なんだよね、二人。え？新がよく言ってる。俺の彼女がさ、俺の彼女がね、って。まあ、ええー、そうなんです。お姉ちゃん。この妹の私とアスランさんの乗ったグフを撃ち落としたやつと付き合ってるんですよ。あ、
いや、あれはだって。そして、その芯にくっついて、一緒にオーブに来たんです。まあ、愛していらっしゃるのね。いや、そんな。仕事は言わせないわよ。じゃあ、あんたはどうなのよ。ザラ中佐とは。もうそっちへ行くって決めてるんでしょ？あの人のこと、好きなんでしょ？いや、それはまたちょっと。え？そうなの？あんただって人のこと言えないじゃない。いや、好きですよ。てか、嫌いな人じゃないですよ。すごく面倒見いいし、真面目だし。でも、なんか、ちょっとめんどくさい。ああ。かがりさんのこともありますしね。まあ、私が向こうへ行くのは、なんというか、成り行きです。お姉ちゃんとは違うのよーだ。私だって、成り行きみたいなもんだわ、考えてみれば。あら、いいよ別に、今さら気使わなくても。お姉ちゃんがいいんなら、それで。あ、でも知ってる？シンって、未だに私に会うと絶対下向くの。アスランさんにも、なんとなくそっぽ。とにかくなんだから。そうなのよ、そこがね。あれ、いずれはなんとかなると思う？そこがいいんじゃないの？お姉ちゃんには年下彼氏なんだから、ずっとそんなもんだと思うけど。いや、いいってことは多分。考えてみれば、私もっと大人の人が好きだったはずだわね。一体なんでこんなことに。でも、愛していらっしゃるのなら。あ、ですから、愛しているとか言われるとちょっと。それはわかる。やっぱ、こういうのって変？で、ちょっと、いいの？そんな話して。いいのですわ。おそらく、まさにこれが、正しい女子会のあり方です。猫さんは黙っていてくださいな。でも、一緒にいたいと思われて、共にオーブに来られたのでしょ？いや、まあそうですけど。だけど、シンは当たり前だと思ってるよ。はい。お姉ちゃんのこと完全に上のもの状態だから。ああ、うん。あら。え？ああ、別にいいけど。うん、わかった。じゃ、待ってるから。アスランザラ、ゲストシーンアスカ。ったく。よくこんなことで俺を呼び出すよな。さっき喧嘩別れしたばっかりだっていうのに。だって仕方ないじゃないですか。ここ入れる ID 基本左官以上だっつんですもん。フラが大佐捕まらないし。まあいいけどな。けど一体何事だ？なんで俺を呼び出してまでルナマリアのところに行きたいんだ？まあ確かにここは電波管理も厳しいから、外部からの通常の電波なんか入らないが。いや、特に何ってことは、ただ心配で。え？それだけの理由か？だって、相手はラクスクラインですよ。ルナ、すごい気にしてて、あの偽物の一件とか。まあ、メイリンのこともあるしな。俺があれだけ言ったのに、彼女ごと撃ち落としやがって。このバカったれが。だからそれは。はーい、お待ちしてました。ん？え？キラ、なんだお前その格好。猫だよ。はい、二人はこれね。ま、なんだよ、これは。あ、トラ？アスランはペンギン。中に入るなら来てもらわないと。でも、勇気いるよ、多分。はぁ、そうよ。考えてみたら私、シンに好きだとか、愛してるとか、言ってもらったことないかもしんない。まあ、そんなの贅沢だよ、お姉ちゃん。アスランさんなんか、すまんか、ごめんしか言わないんだから、いつだって。それはまあ。ねえ。
どうする？どうする？どうすんですか？いや、だから、どうする？だから、どうすんですか？ほら、どうするの？